木野彩子です。よろしくお願いします。今回はカラオケでできるボイストレーニングについてご紹介します。ボイストレーニングに習いに行くにはハードルが高いけど体験してみたい。発声練習や歌唱テクニックのやり方が知りたい。カラオケ採点で高得点が取りたい。という方はカラオケで手軽にやってみることができますのでおすすめです。今回のトピックはこちら。ダムボイストレーニングのやり方、メリットとデメリットです。ダムボイストレーニングのやり方。カラオケ機本体タッチパネル、もしくはリモコンからダムボイストレーニングを選択します。単元はこのようなものがあります。順番にクリアしていく形になります。やりたい単元を選んで送信します。お手本を聞いてからトレーニングに入ります。お手本とトレーニングがあり、お手本はスキップ可能です。評価は4段階で、8分9分が不合格、音符1つ、音符2つ、音符3つが合格です。音符3つの合格が最高評価になります。すべての単元を音符3つで合格するとゴールド認定証というものがもらえます。最後の単元をクリアした時に前触れなく突如として画面に現れます。メリットとデメリット。メリット。メリット1、手軽にできる。カラオケに行けばできるのでお手軽です。メリット2、音が正確なので音感トレーニングができる。通常の人について習うボイストレーニングは、ボイストレーナーの方の音感がずれている場合、間違った音で覚えてしまうというリスクがありますが、機械なのでその心配がありません。音感・音程トレーニングに向いています。メリット3、高得点が出せるようになる。ダムボイストレーニングはソルフェージュの練習が音程バーになっています。これが曲のメロディーの音符になったものがカラオケ採点です。またビブラートやしゃくり、拳、フォールなどの歌唱テクニックの練習もできますので、よかったらやってみてください。デメリット。デメリット1、人からもしくは限定した友人ご家族とのカラオケでしかできない。どういう状況でやるものと想定して作られたのかなと思ったのが最初の印象でした。めちゃくちゃシュールなので、かなり限定されたシチュエーションでしかできないかなと思います。一緒にやってみたいお友達と行くとか、人からでやる感じかなと思います。ご家族や彼氏彼女など親しい間柄の方に犠牲になってもらって付き合ってもらうのも良いかなと思います。デメリット2、発声は見てもらえない。音に特化した練習なので、どんな声の出し方でも咎められません。腹式発声や姿勢、体の使い方はご自身で意識しながら行う必要があります。ということで、今回はカラオケでできるボイストレーニングのご紹介でした。いかがでしたでしょうか。この情報が少しでもお役に立ちましたら幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。